黙祷。今日の県議会では、先月1日に発生した能登半島地震の犠牲者に向けて黙祷が捧げられました。今年4月に任期満了を迎える蒲島知事は、次の知事選挙に立候補しないことを表明していて、今回が最後の定例県議会です。私の任期は残り2ヶ月余りとなります。蒲島県政4期目の集大成に向け、引き続き全力を尽くしてまいります。来年度の一般会計当初予算案は総額7707億円余りで、来月知事選が行われるため、新しい知事が判断をする政策的な経費を除いた骨格予算となっています。このため今年度の当初予算案より1400億円余り少なくなっています。2月定例県議会は来月4日までです。